今回の羽生くんのその東京ドームの、公演に、対してですね、小林信也さんっていうね、スポーツライターの方が、日刊ゲーナイの中で、その東京ドーム公演は羽生くんの価値だけを高めるだけであって、そのお客さんのためを思っているわけではないとか書いてあったりとか、その、スポーツ界のその、汚点になってしまうみたいな、汚点ですね、汚れた点になってしまうとか、そういったことを、書いていると、いうふうに先ほど株君の視聴者の方からいただいて、ちょっと僕もさっき、今さっき調べてみたら、実際にそういうことが日刊ゲーナイを通じて書かれていてですね、ちょっとびっくりしましたね。僕でびっくりしてるんで、多分羽生君のファンの方はもっとびっくりしてると思いますよ。スポーツライターの方が書くべき内容なのか、どうかちょっと、正直言ってちょっとびっくりですよね。僕からしてみたら羽生君は、これ言っちゃなんですけど、東京ドームでも小さいと思ってるんですよ。本当に。東京ドームですらちっちゃいと思ってます。僕から言わせてもらうとね。それくらい偉大なんですよね、やっぱね。やっぱり特別で偉大だと思いますよ。だから胸張ってやってほしいし、もう多くのファンの方のためにね、もう豆粒でもいいから羽生くんを見たいと、そういった、ファンの思いを汲んで、そして自分が好きなフィギュアスケートを多くの方に届けたいっていうその気持ちで、東京ドーム開催をすると。で、やっぱその東京ドームでも正直足りないんですよ。本当にファンがいっぱいいて、で、世界中にファンがいっぱいいて、で、その世界中にもファンがいっぱいいてですね、多分東京ドームの開催の時は海外の方も、海外からも来たりもするとは思うんですが、そう考えると本当に足りてないですよ、やっぱりね。もっともっとその自分輝ければ、東京ドームってやっぱりすごい規模は大きいとは思うんですけど、すごい大きいですけど、それでも足りないんですよね。それだけの、存在といいますか、そういうことなんですよ。だから、羽生君のその自分自身の届けたい思いっていうのを、出せる場面っていうのが、東京ドーム公演と、僕は、こういった、釣り合いの話をするあれですが、釣り合いがとと、まあ、地に足がついてるんですよね。決してその、なんていうのかな、天狗にしたいとか、なりたいとか、自分のバリューを高めたいとかね、その、お金を稼ぎたいとかね、その、お金で考えちゃうとかね、赤字黒字で考えちゃうとかね、そうじゃないんですよね。そこじゃないんですよ、感動するべき点っていうのはね。そうじゃなくて、その、地に足が普通についてるんですよ、普通にね。で、なんていうのかな、その地に足がついてるって話の尺度もおかしいですけど、それが今の羽生くんのその、状況から考えてみても、その東京ドーム公演っていうのは決して大きな舞台、もちろんね、大きな舞台ですよ。だけど、その、まだまだちっちゃいんですよ。多くのお客さんに届けるためにはね。それだけ非常に重要っていうか、そういうことなんだと僕は思うので、それをこう、スポーツ界の汚点とかね、そういった新しいことにチャレンジしようとしている羽生選手について対して、ちょっとね、スポーツライター、アスリート、スポーツってアスリートの、進展の逆に汚点になるかなと感じますので、ちょっと僕はこれはちょっとびっくりかなと思います。なぜそういったことを書いてしまったのかって思っちゃいますよね。東京ドームに氷を張ることに対して違和感とか嫌悪感があるのかなとか、羽生くんに対するその嫉妬であったり、例えばですよ、嫉妬であったりとかあるのかなとか勝手に考えちゃったりしますよね。何なのちょっとわかんないですけど、そういうふうな想像もあるし、スポーツライターが、逆にそのスポーツライターの方はね、書きたくなくてもそういう記事を書かされてるっていう可能性もあるじゃないですか。例えばね、そういった権力の話とかね。いろいろこう、憶測が出てくるわけですよ。だからそういう話、こういったコメント、記事を読むと、そういうふうないろんな憶測を生んでしまうっていうことがあるので、僕は良くないかなっていうのは感じますよね、やっぱね。羽生くんのシェアプラクティスを見て、そういう記事が書けるのか。無理ですね。普通は無理ですよ。羽生くんのこれまでの活躍、もちろんね、挑戦をして失敗もあったけど、
そういった新しい壁を打ち破ってきた、そういう、新しいことにこれからもチャレンジしていくという人に対して、そういう汚点とかね、なんか羽生くん自分自身のバリューを高めるとかね、そういうことをちょっと書く感動のないコメントとかをしちゃうっていうのはね、僕はちょっとね、ナンセンスなんじゃないかなってちょっと思うんですよね。これ僕言い過ぎてますかね？あんまり言い過ぎてない気がしますよね。言い過ぎてんのかな？あんまそうは思えないね。ちょ、びっくり。あと、本当今回はちょっとグランプリファイナルの途中で今から寝ようと思ったけど、寝れないですね。寝れないっていうか、ちょっとびっくりだなって思いますよね。僕でこんなびっくりしたんで、他の方もちょっと怒りまくってるんじゃないかなと思いますけど、いやー、ちょっとショックじゃないでしょうかね。もう、豆粒とか、僕はね、羽生さんはもう、それをもう超えて、多分いいものを見せてくれると思うんですけど、たとえ豆粒でもね、いいんですよ。それでも見たいんですよ、やっぱね。それぐらいなんですよね。で、羽生さんは音響の勉強とかもしてるし、照明の勉強とかもしてるっていうコメントも入ってますし、いろんな皆さんにどうやったらね、届けられるのか、自分の好きなフィギュアスケートをどうしたら届けられるのかっていうね、やっぱり思いでずっとこう、勉強もして、練習もして、あのシアープラクティス見ましたか？本当に。このライターの方に言いたいですね。あのシアープラクティスね。あの難しいね。1回だけでも演じるの難しい生命を何回もや、3回もやって、完璧にやるまでやって。普通無理ですよ。本当にフィギュア界で、ね、トップ選手たちもあの演技を見て、ね、驚いてますからね。その練習法とかね。細かいなんだっけ。体の動きとか、リンクの入る前とかの動きとか、全部見して、本当にただで見せてくれる内容ではないんですよね。そういったものも全部見てですね、あの記事が書けるかって言ったら無理なんですよね。ちょっと僕はだからね、ちょっと首をかしげますよね、やっぱね。いやー、ちょっとだからね、もっとこう成功を願えるような感じに書けないのかなっていうのはちょっと思いますよね。やっぱ新しいことにチャレンジしようとしている人に対する、なんかもっとこう、モチベーションを高めたりすることできないのかなって、ちょっと首をかしげたくはなりますよね。皆さん、何の心配もする必要ありませんよ、本当に。だから、東京ドームでもちっちゃいんですよ。本当にね、羽生君にとってみたら、東京ドームでも大きくないですよ。もうこれ、はっきり言います。はっきり言います。東京ドームでもちっちゃいですよ。確かに東京ドームは大きいけど、今の羽生君にしてみたら、全然その、あの、なんだ、あの、バリューを高めるっていうのは全然ないですし、むしろ、もうちっちゃいですね、羽生君にとってみればね。だからまだまだ、もっともっと新しい、その大きいね、もしかするとね、東京ドームで工業リンクを張ることっていうのはこれまでもなかったんで、新しいと、もしかすると、不向きかもわかりません。でも、工夫とかね、どういうふうにしていくか、どういう演出にするのかっていうことに対して、面白みとか感動を持ってほしいですよね。僕はね、もうそれをも超えて、斜め上をどんどん行ってるので、すごいこう、いい演出になると思うんですよね。だからそういうこのね、これまでのプロローグとか見てきたりとかして、本当にもうかなりいや、もっともっと出したいんだけどね、出す場所が限られてるんですよね。だからそんな中でもう努力しての、ことだと、それでやっと出せるっていうか、お目を届ける場所っていうのをこう快諾していくっていうのはね、すごいと僕は思いますから、あんまりこう、嫉妬めいてるような記事だったりとか、そういう、なんて言うんでしょうかね、そういう思わせるような記事ですよね。嫉妬してなくても思わせるような記事だったりとか、なんて言うんだろう、東京ドームに氷を張ることに対して、なんか、いわ、あの、なんか、なんだ、嫌悪感でもなんかあんのかなとかって思わせるようなね、ことをね、ちょっと書いちゃったりとかね、するのは、僕はね、ちょっとね、ちょっと、首輪かしげますよね、やっぱね。首輪かしげます。もっとこう、新しく挑戦する人に対して、もっとこう、応援をする、ね、高めてあげるとかね、することが僕はスポーツライターのあるべき姿なんじゃないかと、すごく思うんで、ちょっとね、単行部ですね。もうとりあえずもうスポーツライターのあの方は、もうとりあえずシェアプラクティスを見た方がいいですよ。見て感じてください。本当にね、
練習、努力できないんですね。本当にもう口先だけとかなんかね、思ってる人もいるんだろうけど、試合プラクティスをライブで出すっていう感じですよ。しかもライブですよ。本当にあれを見て、なんか何も思わなかったのかなちょっと思っちゃうので、そういう、一般のアンチとかね、そういった方はいけませんけど、ましてやスポーツライターの方なんで、そういうことちょっと書くのはなんか、単行部級ですね。